こんにちは。こんにちは。ついに始まりました。はい、バイク釣りの旅。はい、今回は離島まで行きます。お片道3時間かけてフェリー乗り場行って、はい、フェリーにこれを2時間乗せて島に到着、うん、そこから釣り場を1時間ぐらいかけて釣り場まで行ってって感じです。なるほど、楽しみやね。だ時間結構ギリギリなんだよね今燃料何回入れんばろうか。とりあえず1回入れた。フェリー乗り場の手前でも1回入れたがいいね、うん、最初入れる。まず結構ね入ってるのは入ってるんだよね。7割8割8割あ俺も8割ぐらい、うん、じゃあ向こうヘリ乗り場の近くで入れようか。そうですね、多分持つとは思う。持つ？分からん。じゃあ行きますか。しのこの言わずに、ね、初めての旅、しかも一泊します。はい、だから今回バーベキューグッズも前回用意したやつを持ってきて、うん、酒屋の方で上がってるけど、はい、バーベキューグッズ、着替え、はい、釣り道具、カメラ道具、調味料をそっちな、ルアーか、ルアールアー、キャンプ、はい、キャンプグッズか。そうそうそう、じゃあ行きますか。行きますか。行きましょう。みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り丘でしょう。山越えです。山を越えていきますよ。はい、道は俺に任せて、一から行っていきます。はい、まずあそこ大通り出たらですね、カメラ取りきます。わますが、うん、間に合うかどうか2時間あるけまあ大丈夫どうやろうね。車やったら今から1時間車やったら今家出ても大丈夫なんだよ、ね、余裕余裕あと1時間、うん、で、うんうんうん、本当にギリギリのギリギリで2時間20分ある、うん、じゃあ多分間に合う、うん、まあでも現地やけん時間暮らしでも乗れるよ。まあね、じゃあ腹ごしらえしていきますか。うまい。総菜取った取った。なんかカスカスやるじゃあ間に合わやったら君のせい。なんで俺のせいなんですか。一番取ってるじゃないですか。えめっちゃ美味しかったもんこれ、まあ、間に合わやったら間に合わやったらそういう動画あっちで釣り、うん、しよう。フェリー乗り場でまあフェリー何個か歩くんですよ。そうね、それ過ぎても乗れる。
さあということで長い旅路の上着きました。じゃん、フェリー乗り場。うわー、行き先が書いてある。ただちょっと行きは地元の漁師の長島さんがアピールしてほしいから名前を出してくれと、うん、じゃああと1時間ある。試合しますか。1試合するか。 COD やろうやろう。はい、COD。やるか。景色がいいところで海岸線誰もいない ね、 ね、ひらめつろ。これ夏になったらギャルがいるんですか。ギャルいると思う。マジ昔大きいよった、毎年来よった。ギャル行こう行こう。あ、やっちゃんがバナナボートで溺れそうになったで助けてくれたんですよね。俺が助けばひらめ釣れたら絶対持って帰れん。マジでよね。どうやって持って、なんかぶら下げてぶら下げて持って帰るしかない。うん、それか俺のこのバッグに入れるか。いいねそれ。適用だか。まあ一番はさばいて持って帰るだろうね。うんうん。この辺。投げてきた。うん。じゃ投げて投げて。オッケー。流れましょうか。オッケー。あ、投げまーす。はい。釣りや。いや釣れるなこれ。釣れる？ヒラメ。あ、ヒラメ釣れた。釣れる？一投目だけ見守っとってや。あっさ。あっさ。よし、ね、波に濡れたけ移動する怒った。早かったね。波に濡れてもすぐもう濡れてもやめなった神様がなんかイカが釣れてるポイントがあるってやろ。うん、らしい。まあ神様が言うけん釣れるじゃないですか。まあ間違いないやろうね。釣れんやったらもう、もう神様しっかりやね。神は取ってもらおう。味にしてもらおう。味様でいい。味様、味さんでいい。で、4月から禁漁かな。そうそう、まだ3月やけん大丈夫。うん、3月23ぐらいですね、うん、じゃあ移動しましょうか。はい。こっちからイカスミ途中あったね。マジか。お、あったよ。イカスミあったとこ行く？すぐそこ。はい、到着しました。到着したよ。なんかね、イカスミがねちらほらあった。
立ち神さんがね、釣れるって言ってたからやっていきましょう。さっきはね、もう足濡れただけで終わったけ、もう二度と行かん、あそこいやいや、ひらめがおるかもしれんけど、明日行きましょう。行くよ。お、マジで行くよ、俺マジで行きたい。行こう。よし、朝一行こう。行こう。朝真面目ね。決定ね。よし、決定ね。絶対行くよ。行くよ。でもな眠いもんな、朝朝は眠いもんな。よし、じゃあギング行こう。はい、ギング行きましょう。財布だけは持っていかんと。もうバイク最悪パクられても、あの長島さんに迎え来てもらうけ。まあね、このね、海がね、まためちゃくちゃ綺麗でね、うん、さっきちょっとついて様子見てきたけど、この綺麗な感じね、イカ、イソ。さあ、勢いつけて。コケかな。いやいやいや、あー、コケンやった。なんで残念そうなの残念よ、そりゃ残念な。ちょっとここら辺からちょっと上行くよ。あら、俺もこけそうやった。こけやった。残念やったね。ほら、この海の感じめちゃ釣れそう。めちゃ綺麗。なんかイカが釣れるとこってこんな感じで透き通ってるイメージがあるっちゃんね。透明だね。ね、透明なとこが釣れるよね。で、風向き的にもうちょっと左方向に向かって、俺この真横ぐらいが釣れそうな気がするな。うわ、ほんとやん、めちゃいいやん。俺こっからカメラ撮りよくよ。めちゃいいやん。はい、風向き的に、あ、そっち、あ、そんなとこ投げる。釣れんねもっと浅いとこがいいって。ほんとに。さあ、パンツのポジションを直して、木村選手、ケツが痒いです。定期的に言ってやろう。ケツかかんでよかって俺頭もうあれからもう一回も痒くなってない。ああいうヘルメットしとっときさ、なんか痒くなったりとかさ、マリモがお腹に乗ってきたときほど体勢変えたくならん。今乗ってこんでよって思う。目の中に虫入ってきたり。ああ、俺もヘルメットの中に一回虫入ってきた。釣れそうね。なし釣りきらまだ行く。あ、でも人目に釣れるもんね。釣れる釣れる、おったら。あ、もうかかっとる。それかかっとかかっと、しゃくってみて、ほら釣れたムンムンしよいやん。釣れてないと、ムンムンしよけど。マジでや。そろそろ、もうそろそろ。あ、もう次来るやろ、それ。次のしゃくりもう、来たーって言うよ。あー、下手くそやね釣れそうね。ボトムまで落とした。落としてますよ。おお。じゃあ釣れ、なんで釣れんとかね。下手やけーやなかそれでは予定変更で。予定変更ということで片付けて、はい、この後料理しようかなと思ってたけど、うん、夜料理してもうそのまま釣りして寝ようかね。そうね、そうね。そうしましょう、ね、そうしましょう、はい、じゃあ片付けして、げんちゃんの旅ちょっと途中買い物して、あ、スーパー寄ろう。行きますか。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。